昨日ね、実はなんであんなに疲れてすぐ寝ちゃったかというと、弾丸で北海道にみおちゃんと一緒に旅行に行ってたんよ実はで、それで帰ってきて疲れて寝ちゃって、おいしょ、あの新しくできたさ、エスコンフィールドに行ってみたくて、めっちゃ前から。それでみおちゃんに言ったら、エスコン旅付き合ってくれるってなって、結構前から決めてたから一緒に行ってきたんだよね。楽しかった。うん、楽しかったよ。エスコンフィールドもね、めちゃめちゃもうでかいし綺麗で感動したのもあったし、何より北海道をしっかり練り歩くのも初めてで、僕の北海道経験歴で言うと、小学生の時に修学旅行で北海道の函館に行ったことがあったんだけど、札幌とかまでは行ったことなかったから、楽しかった、感動した、美味しいもの食べた。もうね、美味しいもの食べまくってきた。もう今日朝起きた時にお腹空いてなかったもん食べすぎて。本当に北海道の海鮮とか、なんだろう、あと何食べたかな、ジンギスカンも食べたか。めちゃくちゃ美味しかった。お土産なんか買ってきた？めちゃくちゃ買ってきたよもうね、手持ちでいくつか買ってきて、段ボールでも郵送してるんで、届くの楽しみ。今日お昼からね、